フランスナントに導入されたインチェントロ a t 6ゴリットルインチェントロはドイツの鉄道車用メーカーアドトランツが1998年に発表した超低床電車シリーズである。2000年にフランスナントで導入されアドトランツがボンバルディアに買収された後の2004年にはイギリスのティンガムでも導入された。日本では新潟トランシスが2002年以降 ボンバルディアの協力を得てこのインチェントロの車体デザインを利用した超低床電車を製造している。ダイムラーベンツ参加のアイグの鉄道システム部門とスイススウェーデンの電気メーカーアーセアブラウン・ボベリの鉄道システム部門が1996年に統合して発足したアドトランプは1998年になって下記の7種の新型鉄道車両シリーズを発表した。 このうち新型路面電車のインチェントロは、アドトランツが製造する3つの車両シリーズ、GT シリーズ、ユーロトラム、バリオバーンを、集約、一本化すべく開発された車両シリーズである。100%低床構造の超低床電車であり、編成は、台車のある車体と台車のないフローティング車体からなる。台車には左右の車輪をつなぐ車軸を省いた、独立車輪を使用し、 大車枠側両先端部分にレール方向に手電動機を取り付けて特殊な継ぎ手とか柵車によって車輪を駆動する。設計はモジュール化されており事業者の使用条件に沿って細かな使用変更が可能である。オーストリアリンツを走るシティランナー22001年5月メーカーのアドトランツはボンバルディアに買収された。ボンバルディアは買収前から シティランナーという100%超低勝車のシリーズを開発しており、アドトランツ買収後は、車軸付き車輪の台車を履く、シティランナー2を標準車とする方針を取った。その結果、インケントロの導入事例は、下記の2件のみに終わった。なお、車種整理によって2003年にボンバルディアの低唱者は、フレキシティというブランド名にまとめられており、シティランナー2は、 フレキシティアウトルックの C タイプとして製造が続いている。車内のヨースインチェントロの発導入は、南都都市地域交通会社が運営するフランス南都のトラムである。形式名は AT65 リットルで5車体からなる両運転台車である。当初の受注編成数は23で、2000年6月に最初の編成が南都に到着した。 最終的に33編成が納入されている。車両の使用所言は以下の通り。イギリスノッティンガムに導入されたインチェントロ AT6-5 ナントに続くインチェントロの導入事例はイギリスノッティンガムにて新規に開業したノッティンガムエクスプレストランジットである。形式名は AT6-5 でナントと同様互車体からなり、編成両側に運転台を持つ。 2004年3月の路線開業に合わせて15、編成導入された。イギリス国内では100%超低商社の採用は、ノッティンガムが初めてであった。車両の使用所言は、以下の通り。日本の鉄道車両メーカー、新潟鉄工所では、日本市場で超低商電車を販売するにあたり、アドトランツと業務提携して、同社の超低商社ブレーメンのあたを導入する手法を、取った。 具体的には、新潟鉄工所が、ブレーメン型の日本仕様の車体を設計、製作し、その車体に、アドトランツから輸入した、台車、電気品を偽装することで車両を製造する、というものである。この手法によって1997年に、熊本市交通局9700型が製造された。新潟鉄工所による、調停商社として、 9700型に続いて2002年には、岡山電気軌動9200型が製造された。この車両も9700型と同様にブレーメン型を、日本仕様向けに設計変更したものであるが、車体のデザインは別のモノートの地元の意向から、ボンバルディアの協力を得て、インチェントロのデザインを利用している。ただし足回りは、従来のブレーメン型のままであり、車体座席下に、 主電動機を増加して、駆動軸で車輪へ動力を伝えるという駆動方式である。インチェントロのデザインの車体に、ブレーメン型の足回りを組み合わせた、この仕様を標準として、新潟鉄工所の鉄道車両事業を引き継いだ新潟、トランシスによって、以後も、万葉線、MLRV1000 系、富山ライトレール TLR0600 系、熊本市交通局0800系、 富山地方鉄道で急線形、福井鉄道会線形、越前鉄道、L 型と同種の調停商社の製造が続いている。書籍雑誌記事、ありがとうございます。